大発田中博久さんに、田中様の、ご経歴を簡単にご紹介したんですけど、昭和51年の4月には京都工芸繊維大学をご卒業されまして、その後は、平成元年ですね、1年に大発工業の発達会社に、所属されまして、そのグループ大発の方でお仕事しております。その間に平成10年に東京大学の方から工学博士を授与されまして、現在同社のエグゼクティブテクニカルエキスパートということで仕事をされてます。で、本年の4月にですね、本学の方の、理工学部の教授として着任予定ということで、今日はその辺のことも含めてお話しいただけたらと思います。それで、今タイトルがですね、このアルカの先ほど一番最初に申し上げた JST のプロジェクトの、低炭素化の技術のプロジェクトの名前であるかと、それの事例報告としまして、液体燃料を蓄電媒体とする非金属フリー燃料電池車による地域貢献ということでお話しします。田中さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。大谷先生のご紹介ありがとうございました。大発工業の田中と申します。今日はですね、この燃料電池のプロジェクトのお話をさせていただきたいと思います。今ご紹介ありましたように、文部科学省系列の科学技術振興機構さんからですね、先端的低炭素技術開発、あるかと呼んでますけれども、この支援をダイハツと関学と原子力機構でいただいてプロジェクトを進めてますので、そのご紹介したいと思います。で、本日のシンポジウムもこのあるかのサポートを受けていますので、そのダイハツ事例としてご紹介したいと思います。我々が目指しているのは、この燃料電池技術でどのように地域に貢献していこうかというところでありまして、イノベーションというとなんかすごくとんがったかっこいいものみたいに思えるかもしれませんが、ここに書いてますように、もう少し人肌のぬくもりを感じさせるような、そのほっこりとしたイノベーションというのを我々は目指しています。まず最初にですね、こういうスライドを見ていただいて、30センチの物差しをイメージしていただいて、その真ん中はどこにあるでしょうかという問いを皆さんに聞けるかと思います。多分この15センチのところをイメージされると思います。それはまさしく正解でして、ここに三角形の支点を置くとちゃんとバランスするんですけれども、もしそのバランスするのが真ん中だということであればですね、こういう大きな土台を置いてあれば、その真ん中っていうのがこんなに広がって、捉えられると思います。で、このように、私が一番今日お伝えしたいのは、答えは一つじゃないよと、いろんなその正解があるんだということをお伝えしたいと思います。まず最初に、キリスト教の大学である関西学院大学でですね、こんなお話するのも申し訳ないんですけど、私のスーパースターはお釈迦さんでして、お釈迦さんが大好きなんですね。で、私は大阪に生まれて大阪に育って、小さい時から遠足といえば奈良の大仏さんに行ったり、京都のお寺を回ったりですね、仏教文化というのは非常に身近な存在になりました。で、私にとってなぜ釈迦がかっこいいかなというとですね、釈迦の教えに空とかですね、本来無一物というのがあって、物がなくても人は幸せになれるよと、釈迦はそういうことを言っているのかと思います。逆にですね、物とかお金とか名誉とか、そういうものを追い求めるので人は悩んだり、幸せから遠ざかっていくというふうなことを彼は説いているのかなと思いました。で、その中でね、私は1980年に大学、その物質工学を専攻してまして、その後セラミックスのメーカーに勤めたんですけれども、毎日その物の開発をしながら、一方では物なんかなくてもいいと思っている自分の中で自己矛盾を起こしたわけですね。で、世の中もちょうど1980年になったバブル景気ですね、多くのものがあふれ返ってましてですね、本当に自分はなぜ物の開発をしているんだろうと、そういうところの自己矛盾を起こしたところなんです。で、その自分自身を見失った時にですね、物の本に釈迦は29歳の誕生日にカペラバスツというお城を捨てて出家したと書いてありましたので、これだと思いまして、私も29歳の誕生日ですね、
会社に2票を出して、まあ、出勤はできなくても家出ぐらいできるなというところで、まあ、家を飛び出しました。それで最初に向かったのがサハラ砂漠です。でなぜここに向かったかというと、360度物のない世界に行ってみたら自分はどんな気持ちになるんだろうということと、またそういった空虚な世界で生活している人たちは一体何を考えているのかなと、そういうのを自分で体験してみたいと、そのように思いました。でここはもう全く乾いた大地でして、この写真のように、まあ、砂また砂、何もない世界で、ただ自分の足跡だけがですね、このように、まあ、残っていくわけです。でこの足跡もですね、やがて風にかき消されて、まあ、消えてしまう、そういった乾いた大地を旅しました。でその物は人を幸せにするかという疑問を抱いたまま、まあ、サハラでは答えが見つからずに、哲学の国ギリシャから、それから中東ですね、それから中国シルクロードを順番に旅しまして、そしてチベット、そしてネパールでは5260メーターのエベレストの峠を越えまして、私の大好きなインドに到着しました。インドではこのガンジス川、そしてこれは村娘のスジャータがお釈迦様に乳飼いを差し出したというニーレンジャ川という川を越えて、ブッダガヤに到着しました。でブッダガヤではですね、まあ、この写真のようになんちゃって坊主になりまして、菩提の下で瞑想もしたんですけれども、物が人を幸せにするかという答えについては何も見つかりませんでした。そんな時にふとですね、この答えが見えないのは問題が悪いんじゃないかなということに気づきまして、これを物は人を幸せにするかという問いではなくですね、物は人を幸せにするという仮説に変えようということに思いつきました。そしてもう一度日本に帰ってエンジニアに戻って、いろんな物の開発をしながら、その作った物はですね、本当に人にその幸せにしてくれるのか、それを確かめてみたいということに一気に挑戦しようとしました。それで放浪の末に、まあ、流れ着いたのが開発工業です。すでにもう31歳になってたんですけれども、まあ、定年まで30年あるので、いろんなものの開発をしながらですね、仮説が正しいかどうかを検証しようと続けています。ここで大発の紹介をさせていただきます。設立はですね、1907年の3月1日、ちょうど今日がですね、会社の109歳の、創立記念日になります。で、会社を作ったのはですね、こちらにいます、安永先生といいまして、まあ、阪大工学部の前身である大阪高等工業学校の校長先生が、まあ、事業主とかですね、商工会の議員さんと一緒に、まあ、今でいう産官学のベンチャー企業として、会社を設立いたしました。で時代背景としましては、日露戦争はちょうど終わった後で、戦争に、まあ、勝利してですね、日本もこれから欧米に肩を並べて、まあ、国産でこういうエンジン、内燃機関を作っていろんな産業に役立てていこうと、そういう気概にあふれて会社を起こしました。で最初に作ったのがここにありますような治水灌漑用のポンプだったと伝えられています。それではここから燃料電池のお話をいたします。燃料電池というと、なんかとっても新しい技術のように思いますけれども、実はその原理が発見されたのはもう200年以上前になります。で、このテーブルはプラミアタナスにもらったんですけれども、こういった燃料電池の最大の課題である、白金を使わない触媒についても、もう50年以上研究開発は続けられています。この写真は約20億年前、巨大隕石が南アフリカのフレンデポートドームというところに衝突したイメージを表しています。で白金というのはこの隕石の衝突が、まあ、南アフリカで起こったので、そこで白金合成を形成したと、白金は宇宙由来であるという説があります。でこの直径50キロのような大きなクレーターがあるんですけれども、この周辺で白金は散出します。
で人類史上これまでに算出した白金の総量が6メーターの立方体、重さにして4000トンだというふうに言われています。ところがその白金は産業界で広く使われてまして、特に自動車産業では多量に使われています。例えば、2014年の白金の需要を見ますと、およそ260トンありまして、自動車の排ガス浄化用に使ってますのはその約半分近い110トンあります。ところが鉱山から掘られた白金は2014年は160トンしかなくて、100トン足りなくて、で実際には、古い車の触媒から回収した、そのリサイクルが65トンありますが、35トンは市場の備蓄から放出されたというのが2014年です。このように白金というのはいつもその足りない貴重な資源でして、自動車産業において白金に依存しない技術を開発していくのは非常に大切だということが分かっていただけると思います。でその技術開発のキーになりますのがこの写真にありますスプリング8のシンクロトロンの放射光を用いたその技術開発です。で今から16年前にですね、ちょうど2000年にダイハツが貴金属を低減する触媒の開発をしているときに、当時原子機構にいらっしゃった、現代の化学の理工学の水木先生と西里さんに出会いまして、それ以来16年間ずっといろんな開発を共同でさせていただいています。で今回の燃料電池の開発につきましても、このスプリングエイクの全面的な協力をいただいています。でこのようにダイハツの燃料電池も車の開発はですね、スプリング8の原子力機構、それからジャスリさん、そして今回のゲストであるニューメキシコ大学の国内がはじめ多くのですね研究者の思いに支えられています。でそこでこの車を東京モーターショーに出展するときですね、普段ならダイハツのテストコースで撮影をするんですけども、ぜひともそのスプリング8で撮影をしたいというふうに強く願いまして、皆さんの協力により、このスプリング8の構内でビデオ撮影をいたしました。しばらくこの走っている様子をご覧いただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、我々のプロジェクトは地球のためのアニオン型燃料電池の創生、ここにありますねカフェというふうに呼んでいます。でこの写真は先ほどプラメンさんのあったように有馬温泉で合宿をした時の写真なんですけれども、国内外の大学、公的研究機関、そして民間企業の人たちが一緒になってプロジェクトを進めています。中でもニューメキシコ大学のプラメン渡辺副教授はずっとこのプロジェクトの重要なパートナーとして一緒に研究開発してくれています。開発の燃料電池には3つの特徴があります。まず一番目に、白金を全く使わないので、資源問題を解消できるということ。2番目に、炭素を含まない液体燃料を持っていますので、取り扱いが容易だということ。3番目に、車に必要な高い出力が得られるということが挙げられます。でこれが、ダイハツ、我々の目指す将来のビジョンです。この絵は私の長女がですね、8年前に高校生だった時に描いてくれたんですけれども、我々の目指す姿を表しています。皆さんよくご存知の、水素の燃料電池というのは、我々から見ると F1 グランプリカーのように見えます。化学技術の水を集めて作った車なんですけれども、もう車1台あたり多量のその白金を使うとか、高圧のボンベを積むとか、あるいはその水素のインフラがかなり難しいというところからですね、広く水素社会を実現するのはこの技術だけではやはり難しいだろうというふうに思っています。で我々が目指していますのは、もっと身近な燃料電池車がないんだろうというところです。でコンセプトとしまして、化学反応によって自然エネルギーを液体燃料に閉じ込めてですね、そして従来のインフラ、タンクローリーとかこういったスタンドを使って燃料を供給して、そしてその核となる燃料電池は白金はじめ貴金属を一切使わないというところから、資源問題もなくですね、この燃料電池が持続的な社会を切り開いてくれるということを願っています。
で、ここで、燃料電池の原理について簡単にご紹介します。燃料電池はよく言われるように水の電気分解の逆反応です。水に電気を流してやると、水素と酸素が生まれます。逆にですね、その水素と酸素から水を作るときに電気が取り出せるというのは燃料電池で、これがその従来型の燃料電池ですが、その鍵となる水素イオンだけを通してくるプロトン交換膜というものがとても強い酸性を示します。 pH で言いますと0というようなところで、いわば濃硫酸の鍋でぐつぐつ煮ているような環境ですので、貴金属以外の金属はほとんど溶けてなくなってしまいます。で、世界中で50年間こういった脱発金の研究開発されているんですが、なかなか難しい技術かなと思います。でここでもですね、答えが難しいのは問いが悪いと、問いを変えようということでですね、逆転の発想で、ここではなくですね、逆に水を作るのに OH- 水産物イオンを逆向きに流してやれということを考えます。そうしますと、このアニオン交換膜というのはアルカリ性になりますので、ほとんどの金属が生き残れる環境になります。しかしながら、この環境でも燃料として水素を使いますと、その水素結合を切るのにどうしても白金の触媒作用というものが必要になりますので、今度はじゃあ燃料を変えてしまおうということで、水素と窒素の結合体である液体燃料水化ヒドラジンを使うことによって脱発金化が図れたというところです。で、その肝心のですね、OH- イオンだけを通す膜というものは世の中にありませんでしたので、アルカのサポートを受けまして、原子力機構さんと一緒にグラフト技術というもので作っています。で、このグラフト技術というのはコバルト60の放射光を利用しまして、産業界にあるフィルムにそのラジエーション放射光を当ててやることによって、燃料電池に迅速、燃料電池膜にですね、迅速に変えていこうと、大きな可能性を持つ技術で、開発を進めています。で、次にですね、大事なのはその燃料なんですけれども、水化ヒドラジンという燃料を使っています。耳慣れないものかもしれません。これは水素と窒素からなる炭素を含まない液体燃料でして、天然には存在しないので、人工的に合成をしてやる必要があります。燃料自身は炭素を含まないので、発電しても燃やしても CO2、炭酸ガスは出さないんですけれども、燃料を合成するときに結構エネルギーを使いますので、そういった工場で CO2 をどうしても出してしまうところがありますので、これをもっと効率よい合成法を探るということで、漢学の浜田先生、浜田高木先生と一緒にですね、このアルカの開発の中で、新しい燃料合成手法を開発に取り組み出しました。次にですね、この水化ヒドラジンの安全性なんですけども、引火性につきましては室温でいくらライターでこう炙ってやっても火がつかないほど安全で、火をつけるのに75度以上温めないと火がつかないというものだものなんですけれども、人体とか環境に対する毒性というものは心配されます。ここは、国際がん研究機関のカテゴリーなんですけれども、ヒドラジンはグループ 2B で発がん性があるかもしれないものに、グルーピングされています。同じグループにですね、例えばコーヒーを毎日飲む人が膀胱にがんができたり、あるいは、キムチですけども、キムチを毎日食べる人が食道にがんができたと同じぐらいの因果関係があるかもしれないというところであります。で、こういったその毒性について、安全性について正しく評価をするということは非常に重要になりますので、漢学の松田先生とはこういったものの安全性評価についても着手いたしました。さらに、こういったものをやはり実際に手で触れないようにするというのが一番重要ですので、カートリッジに閉じ込めて液だれの世界、一切触れることができないその容器で流通するというところも、そういった容器メーカーさんと一緒に開発を始めております。次に、その触媒の開発なんですけれども、白金を使わないそういった触媒の開発には、原子、分子といったナノスケールでの電気化学反応を正しく理解するということはとても大切ですので、
スプリング8でかなりの多くの時間を使ってこういったコード解析をしています。特にその真空中とかではなくてですね、触媒が実際に活躍しているその環境で、その場観察っていうんですけども、シンクロトロン放射光を使って観察するということが重要で、それが我々の開発の多くのヒントを与えてくれています。これがですね、実際にその放射光を使った解析のデータですけれども、解析だけでなくですね、理論計算と常に照らし合わせて、結果を考察しています。で、多くの実験結果は理論計算とよく一致しているんですけれども、あの部分的に一致したようになくて、さらなるそういった研究が必要だというふうに考えています。で、この写真にありますように、多くのニューメキシコ大学、管学原子力機構、そして、東大阪大といった仲間と一緒にですね、この触媒の開発を続けています。で、これが、現在到達しているその白金を使わない燃料電池の発電性能ですけれども、燃料極にニッケル、空気極に鉄を用いてですね、白金を全く使わずにかなり高い出力が得られるということが分かっていただけると思います。これが、燃料電池のセルと呼ばれるものです。この辺りですね、ご覧いただいたら分かると思うんですけども、液体燃料から実際に発電をするとですね、多量の窒素ガスを放出しているということが分かります。で、これは実際の車の出力でいうと、10% 程度ですので、車が走っているときはこの10倍ぐらいの泡が出ているということですので、こういった溝の設計というものがいかに重要かということがお分かりいただけると思います。で、このスタックを中央に積みまして、車のシステムをこのように作りました。全てを軽自動車のサイズで収めるというところが我々の努力しようです。で、これが実際にそのシステムを積んだ、2011年の東京モーターショーに出展した不思議ショーケースという車です。これはボックスオンボックスというコンセプトで、下の箱に燃料電池の走るためのシステムを全部入れまして、上の人と物が乗るキャビンは自由に設計できるところです。こちらの、井田拓也さんというのが今我々の仲間ですけども、この車をデザインしてくれました。さらにですね、2013年は先ほど動画で見ていただいたように、この軽トラックの燃料電池車をモーターショーのメインステージに展示いたしました。で、またこの時にですね、家庭用の燃料電池としてこちらにありますように、このボトルカートリッジに燃料を入れて仕込んでやるだけで発電ができると、こういったもののコンセプトモデルを同時に展示いたしました。で、これはですね、まさしくそのスイカヒドラギンを作っている、MGC 大塚ケミカルさんの工場なんですが、このように国内2万トン流通してる、年間2万トンに流通しているヒドラギンですけれども、ポリエチレンのタンクで納積みされています。屋根もひさしもありませんし、直射日光とか雨風にさらされても1年間品質は安定して変わらない、こういった保存しやすい燃料 で、これがまさしく今日のそのシンポジウムの地域を元気にというところにつながっていくんですけれども、最近その大学の軽自動車のユーザーの方からですね、近くにガソリンスタンドがあったんだけども、親父さんが元年を取ってですね、ガソリンスタンドを閉めてしまったので、最近は片道20キロも離れたところまでガソリンを満タンにしに行ってるよと、行って帰ってきたらもうメーターがちょっと減ってるんだっていうようなことをおっしゃるお客さんが増えてきています。で、まさしく我々が目指しているのはですね、やってくる燃料、こういうポリエチレンのタンクで各家庭に燃料を運んで、それを家庭の発電で使ったり、あるいは車で使ったり、しかもそれは CO2 炭酸ガスを全く出さないと
ということで、クリーンなエネルギーにしていけるんじゃないかと、地域を元気にしていけるんじゃないかというふうに思っています。でこの姿はですね、ちょうどその都市ガスのインフラのない地域では、プロパンガスを業者さんが庭先で変えてくれて生活していると、それのクリーン版、CO2 を出さない版、そのようにイメージしています。この辺が我々が考えているそのぬくもりのイノベーションというところです。この写真にありますように、この燃料電気をポートルに詰めてですね、全国津々浦々まで飛んでいくと、こういうコンセプトです。で、このカートリッジで持ち運べる電気の元というコンセプトを昨年2015年東京モーターショーで体験型のジオラマとして展示をいたしました。で、子どもさんたちにですね、まずこういったジオラマの中の燃料工場で、まあ、空のボトルを持って行って満タンに液を満たしてもらって、次にお家とか、車とか、あるいは、遊園地とかですね、そういう電気が必要なところに持って行って差し込んでやると発電して、まあ、明かりがついたりとかですね、まあ、そういう体験をしてもらいました。で、子どもたち その興味津々の真剣な眼差しと、実際に電気がこうってものが動いた時にですね、まあ、笑顔というのが本当に印象的でしたので、まあ、こういったのも、我々としても広げていきたいなというふうに思っています。で、これがダイハツで一緒に燃料電池車の開発している仲間たちです。この会場にいらっしゃる皆さんもですね、このサンダの地を使ってですね、一緒にこのプロジェクトを参画していただけたら大変嬉しいなというふうに思っています。で、ここで私自身の命題、仮説であるものは人を幸せにするというところについて少し触れたいと思います。20世紀はその石油がその便利なエネルギーとして人々の暮らしを支えてきましたし、その負の面であります環境汚染については白金が、きれいにガスを浄化してくれるというそういう時代でした。で、日本のような資源のない国から見るとこういった資源の豊かな国というのは非常に羨ましく思えるんですけれども、実際はそういった、アラビア半島とかですね、南アフリカみたいな国でその侵略とか支配とか人種差別、そういった戦争が繰り返されてきました。で、この燃料電池の開発でですね、次はやはり電気エネルギーというのが非常に重要かと思っています。何かと言いますと、電気は世界の至るところで作れるんですね。で、例えば風の強い国では風力ですし、日本のような高低差がある国では水力、まあ、石油が取れば火力でもいいですし、火山があれば地熱というふうに、電気はいろんな方法で適材適所で作れると。それをどうやって運ぶかというのが問題でして、我々のように液体燃料に封じ込めて貯蔵して運ぶと、それによってもう石油もそういう危機の資源も使わない、それでいて今と同じような便利な暮らしができればですね、その物は人を幸せにするという仮説の証明になるのかなと、そのように期待しています。で、ちょうど4年前にですね、また水木さんからその感覚のモットーであるマスタリーフォーサービスという言葉を教えていただきました。で、その精神をいろいろこう私なりに理解すると、自分が一番の疑問で持っているものとか技術が人を幸せにするかというところと根っこの部分ですごくつながっているのかなというふうに思ってまして、まあ、私としてはなんか一つの触媒的な出会いがありました。まあ、その辺につきましては第2部のパネル討論会で、まあ、触れれば出させていただきたいなと思っています。で、最後になりましたけれども、このシンポジウムを企画していただきました神奈川理工学部の加藤先生、水木先生、金子先生、それからコールさん、岩さん、佐藤さん、西藤さん、私がメールをいただいた方々のお名前をここに連ねたんですけども、実際今日会見ること本当にいろんな多くの方がサポートされているので、ちょっとお名前を申し上げてないんですけども、関係されて皆さんにお礼を申し上げたと思います。またこのプロジェクトは JST のあるかとその支援をいただいています。そして多くの企業、大学、公的研究機関の皆さん、協力をこの場を借りて感謝したいと思います。そして私の仲間であります大発工業の
メンバーにも振る舞われて取り組ませていただきたいと思います。最後にですね、この写真はニューヨークのセントラルパークのストロベリーフィールドというところで、ジョン・レノンのイマジンの木なんですけれども、私の大好きなこのイマジン、You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one という、この言葉を引用させていただいて、今日の私のプレゼンテーションを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。